ウリエル、ギリシア語、オミクロン・ウプシロン・ローヨタ・ラムダ、コプト語は、聖典には含まれておらず、カトリック教会では認可されていないが、ユダヤの神秘主義的文学において、重要な天使。旧約聖書外典、エチオピア語、エノク書、第四エズラ書、新約聖書外典、ペトロの目視録で、その名が言及されている。ミカエル、ガブリエル、ラファエルと共に、 神の御前に立つ四人の天使の一人。ウリエルという名前は、神の光、神の炎を意味する。また、ウリエルの名は預言者ウリアに由来すると言われている。大天使、死天使、佐トシ天使とされることがある。サリエルと同一の天使とする説もある。芸術作品においてウリエルは、作家と教師にインスピレーションを与え、 裁きと予言の解説者という役割を示す本と巻物を持つ姿、または開いた手の中に炎を灯した姿で描かれる。神の炎、光という名前を持ち、天使界の英知と哲学を司る太陽の統治者です。チェスター大聖堂のステンドグラス。旧約聖書外典、エチオピア語、エノク書で、ウリエルは、 エノクを天国へ引き上げ、天国の案内役を務めた。エノク書きでは、主の天使たちが、地上に不利多くの邪悪を働いたため、神は、ミカエル、ガブリエル、ラファエル、ウリエルをそれぞれ役目を与え使わした。その時ウリエルは、ノアに洪水が迫っていることを知らせた。エノクはウリエルを七人の大天使の一人とし、タルタロスと世界を見守ると語っている。また、 天におけるすべての発光体と地上の運行、気象、自然現象を司る天使としている。旧約聖書外典、第四エズラ書において、ウリエルはエズラが見た七つの原子を説明する。エズラは、神に、様々な質問をする。特にユダヤ人の苦悩、神の正義、イスラエルの運命について尋ねる。その答えとしてエズラは七つの原子を見る。その時にウリエルは、 現れ、神が人間に対して行う正義について答えることの不可能な三つの質問をする。ユダヤの伝承、ヨセフの祈りの中で、ウリエルは、私は人間たちの中で暮らすために地上におり、ヤコブという名で呼ばれると述べる。この言葉の正確な意味は明らかにされていないが、そうなるとウリエルは、天使から人間になった初めてのものとなる。ヘブライの伝承、 アダムとイブの生涯で、ウリエルは、炎の剣を持って、エデンのそのの門を守るサトシ天使の一人と、記されている。新約性障害典ペトロの目視録でウリエルは残悔の天使として現れ、神を冒徳する者を、永久の豪華で焼き、不景者を下で釣り上げて、火で炙り、地獄の罪人たちを散々苦しめるという。最後の審判の時には、地獄の門の勘抜きを降り、 地上に投げつけて、光線の国の門を開き、すべての魂を審判の席に座らせる役割を担う。旧約聖書、創世記でヤコブと格闘した天使が誰だったかの有力候補に、ウリエルの名が上がっている。ウリエルは、745年ローマ教会会議において、ザカリアス教皇に、打天使の烙印を押される。これは、民間で加熱しすぎた。 天使信仰を抑えるために、聖書聖典に、名前が言及されているミカエル、ガブリエル、ラファエル以外の天使を、打天使としたものである。儀式魔術において、ウリエルには、地の元素、緑色、北の方角が配当される。王道十二宮では、法病宮を司る。ジョン・ミルトンの、失楽園でウリエルは、死天使として登場し、 太陽の統治者と呼ばれ、太陽の運行を司る天使とされている。ありがとうございます。